タ公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ナイニーの和田です。プロデューサーの山本です。よろしくお願いします。本日は晴れ晴れ晴れ一応ね、本日のモデルハウスはちょっとこのパッシブ要素を取り入れたモデルハウスとなっておりまして、はい、それをご紹介したくてずっと晴れの日を待ってたんですよ。ギリギリ晴れ2回リスケしましたね。そうなんです2回延期しました、はい、やっと待ちに待ったちょっと曇りがちですけど、はい、青空も見える天気のもと、こちらの本日のお家をご紹介したいと思います。こちらです。パッシブハウスです。今回のポイントが、はい、滋賀県立大学の金子研究室と弊社四季島住宅で共同研究しています。地域に合わせたパッシブデザインの要素を取り入れたモデルハウスとなっております。前回ありましたよね。もう前回もご紹介させていただいた第2弾になります、はい、あ、なるほど。あれ、今回は井本さん。そうなんですよ。前回ね、井本さんね出て、もう次回も出ますっていうお約束感があったんですけれどもちょっとご都合が合わず、今回は2人でご紹介したいと思います。残念。今日はちゃんと私でご説明しないとですね。そうですよね。頑張りたいと思います、はい、大丈夫です。台本にしっかりね、はい、井本さんから情報聞いてますのでね、はい、聞いておりますので、そちらはね、はい、しっかりお伝えできたらと思います。お願いします。では今回のうちのコンセプトは高窓リビングの家ということになってます。ほう。で今回ですね、こちらの分譲地が、はい、もう分譲地全体でパッシブデザインを採用しておりまして、はい、屋根や外壁等10個の提案をさせていただいております。なるほど。で詳しくはこちらを、はい、ご参照ください。今回はその中でも高窓リビングっていうのが一応テーマのうちとなっております。高窓リビング、ちょっと気になりますね。それはね、もう中見ていただいたら分かるかなと思うんで、はい、早速じゃあご紹介していきましょう。じゃあ基本情報からですね、はい、こちらが敷地面積が 86.10 平米の 26.04 坪で、延べ床面積が 86.94 平米の26.28 坪のお家となっております。なるほど。コンパクトにまとまったお家ですね。そうですね。の中でもこう自然の力を利用して快適に暮らしやすいお家をご提案していますので、うんうん、じゃあ早速見ていきましょう、はい、私たちと一緒に働きませんか。現在四季島住宅では事業拡大のため一緒に働く仲間を募集中。詳しくは概要欄をご確認ください。まず外観からいきましょうか。はい。今回、はい、この片流れ屋根になってるんですけれども、はいはい、前回のご紹介を皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。ほう。この分譲地全体でパッシブデザインということにしてるので、この片流れ屋根がこう交互に連なるプランになっておりまして。なるほど。で今回はこちらの形のになってますね。じゃあお隣さんはこういう感じになる。そうなんです。こうとつながっていく感じになってますね。そういうことですね。はい。でサイディングは白一色ですね、はい、前回もそうでしたよね。光を反射するとか。あ、でも今回は北面なのでそれは関係ないですね。あ、そうかそうか。前回は南面だったので光を反射しやすいようこう真っ白とか。今回はもう通常のサイディングですね、はい、ただまあ白一色でケミューさんのリュージュ15の QW シルクホワイトになってます、はい、もう本当にシンプルでナチュラルモダンで可愛いですね。玄関のはやっぱあれですよね、同じ色になってますよね。確かこれ前と一緒じゃないですか。分譲地全体でこう ね決まってるって言ってましたね。木目調のって言ってますよね。そうそう。こちらが YKKP さんの C10 型、もうデザインです。シンプルなデザインのタイプですね、はい、で色がシナモンウクになってますね。はい。今回は駐車が1台こちらですね、可能になってます。1台、いやこの坪数でね1台しっかり普通車でも行けますよ ね。普通に止めれますよね。はい。立水線もあるし。あ、本当だ。立水線やっぱ便利。ちゃんとね電気用の、あ、電気自動車用のね、電気自動車用のコンセントで使っていただける 200V 用のコンセントと、あと通常の防水コンセントとですね、 100V 用とございます、はい、こちら標準でね入ってますね。いや便利ですよ。便利ですよ。でまあ、この白な爽やかな外観に、はい、このナスタさんのね宅配ボックス付きの門柱がいいですね。機能門柱ですね。機能門柱ですね。きっと これ今電気ついてますね。 おしゃれですね。電気がおしゃれです。なんか一体化した照明もついてます。はい。デザインがシンプルでさすがナスタさん、なんかかっこいい。かっこいいですね。ここに通すので、こっちが宅配ボックスですね。あ、こうなってますね。すごい。おしゃれ。おしゃれ。
っぱりね安心ですよね、こういうのがあるとね。いいですね。そう、そうなんですよ。またこの植栽と相まって、ね、なんかシンボルツリーがいい感じですね、はい、今回ちょっとあれですね、外光もこの大きめの石とかしてあって可愛いですね。これいいですよ ね、これちょっとしたいな。これおしゃれですよね。おしゃれですよね。そうなんですよ。なんか今までこうゴツゴツっていうやつは結構あったんですけど、そうそうそう、この丸みがあると ね、お子様が触ってもねちょっと安心感があります、ね、あ、そうですね、こけたりしてもね。そうそうそう、はい、で見た目もいい感じ、いい感じですになってます。はい、ではお家入ります。はい、これで音もマシになるかとかなと思います。はい、はい、お家入りまして、こちらが玄関ホールです。はい、あれ玄関収納はあれあれ珍しいですね。今回は、はい、入って左手のこちらにございます。まあ、ロータイプになってるんで、こうデザイン的にこうシンプルな印象ですよね。おしゃれですね。そうなんですよ、おしゃれなんですよ。またこっち側こうね、なんか玄関から取り出しやすい。そう、取り出しやすいですね。なんで季節外はちょっとこう奥の方とかね、はい、置いていただいて、うんうんうん、でもディスプレイ通りにもこんな感じちょっと植栽を置いていただいたり、はい、まあ、コンセントもございますのでね、電気関係もここで使っていただけますね、はい、なるほど。やっぱり普段のこうローのやつより1個ちょっと、うん、大きいですね。はい、大きいですね、はい、こちら幅が 1m80cm ですね、はい、おお広い。通常 1m20cm で 60cm ほど大きくなってますね。そういうことですね。なってます。まあ、あのローな分しっかり幅は取ってありますね、はい、アンド雰囲気出ますね。かっこいいです。そうなんです、かっこいいです。じゃあお家早速上がります。この床材、あの山本さんの好きな何でしょう。明治木刀のハードメープル、はい、違います。あ、ハードメープル、アッシュクリア。あ、そうです、アッシュクリアになります。やっぱ私アッシュクリア派かな。僕もアッシュクリア派かな、うん、いいですよね、これこの爽やかな感じで。もうここちょっといろいろ見えかけてますかね。はいはいはい、ここ上がっちゃいますか。そうですね、もう今日は先に2階行っちゃいましょうか。あら珍しい。そうです、だって高窓リビングのお家ですもんね。行っちゃいましょう。なるほど、2階なんかな。そうなのかな。行きますよ。もうこう日差し光がいい感じすごい、なんか階段のこのね、ね、ここまで木目って珍しくないですか。そうなんです、そうですよね、確かに登るとこ。じゃーん、わー、どうですか。すごい、2階リビングになってます今回ですね。しかもあの2階を生かしてますので、天井もこうね傾斜天井にして通常より高めになってるじゃないですか。そういうことですよね。すごい開放的な LDK になってます。こちらで 18.12 畳ですね。へになってます。広々としてて、やっぱ開放感が違いますね。そうなんですよ。でここであのハイパッシブポイントです。はい、ここでこの勾配の屋根に高窓ですね、あのあたりですね、これか。そうですね、設けることで南側からの明るい光を取り入れてます。こちらが南面になってますので。これですよ皆さん。そうで、こちらもだってあれですよ、裏側に家建ってるんですよ。あ、すごい。あ、そうか、前の家が、そうそう、前のモデルハウスが建ってるんです、はい、でもしっかりこのね高くすること、あの傾斜に窓を入れることで光をしっかり取り入れてます。すごい。でこれがそのあれですね、後ろ側の屋根と傾斜が逆なんです。こっちの家はこうで、はい、向こう側の家はこうなんですよ。ああ、それで、そうなんです。そのあたりも考慮してこうやって光を取り入れるっていうのがパッシブポイントになります。賢い。すごい。そうなんですよ。だって空が青々とした空が見えます。そうなんですよ、晴れの日待ってた甲斐がありましたね。そうですね、ずっと光は入ってるかなっていうのは分かります。雨の日だとね、ちょっと座らないかなと思って待ちました、はい、パッシブはね、天候をね、そうそうなんです、大事にしよう、ね、そうなんです。で今回はこの円卓のダイニング、いいですよね。山本さんが円卓好きじゃなかったでしたっけ。好きです、好きです。ですよね、はい、で背面がちょっと今回珍しくないですか。お、しゅ、うん、収納が、お、収納の高さがちょっと低いんですよね。そうですね。その代わり幅はしっかり全面収納4つ、2軒分取ってあります。2軒分で上にエアコンを設置することで、ちょっとこうエアコンを目立たなくしてる、アンド、はい、上にねちょっと顎出しして間接照明で雰囲気が出てます。エアコンってね、なかなかやっぱり設計士さんの中でもやっぱ異物感がどうしてもあるらしくて。ああ、そういうことなんですね。いやでもそうですよね、設計さんはそのあたりね、うんうんうん、こうね、ね、やっぱ意識してありますよね。そうっすよね。そうで、あえて今回はこうしてあるそうです。
特になんか高級住宅とか、 なんか天井につけるやつ多いじゃないですか。ありますね。ああいうので隠すんでしょうね。でもこういう隠し方もあるんだよっていう。そうなんです、はい、になってます。で収納はしっかり2件分。これね、あれなんですよ、どうにでも扉を持っていけるんですけどね。こうしてもいいですし、こっちに寄せてもいいですし、はい、でここでさらにここもね、全部可動棚4段ずつ入ってますので、はい、しっかり収納量が確保されてます。こんな感じですね。なるほど。どうですか、映ってますか。はい、和田さんの開け方が面白くて、ちょっとやり方ちょっと違ったかなちょっと違ったかな。全部寄せた方が良かったですかね。まあ、開け方は自由で、自由です、はい、自由に。この中はフリーにしてあるんで、もうここだけでいいんじゃないですかね、収納ね。ね、しっかりこれだけあったらまあまあしまいますよね。はい、そうなんです。こんな感じで今回は収納があえてこの 2件分しっかり確保してあります。はい、このまま、はい、キッチンに来ました。はい、このなんていうんですか、回遊性のあるキッチンになってますね。あ、素敵ですよね。素敵です。今回キッチン自体はタカラスタンダードさんのオフェリアですね。はい、扉の色が KU6000CM ですね。まあ白です。そう、もう本当に白です。シンプルなもう白の鏡面になってるので、まあもうこのモデルハウスにはすごい雰囲気合ってますよね。はい、なんかこう照明とかも結構ね、あ、今回は白なんですよ。はい、いつも結構まあ黄みがかってたり間の色だったりね、そうですけど、はい、今回もうあえてこのモデルハウス全て白で統一してありますね。なのですごく爽やか、18色ですね、はい、になってます。でもうキッチン自体はもう標準のタイプなんですけれども、はい、ところどころ違いますけ ど、 お、どこでしょうか。まあ、そうすることでまず今回は取っ手の形が通常と違いますね。ここいつもレール引き手がつくんですけど、はい、まあえてレール引き手じゃない、この扉自体がこう U の字になってるタイプで、こんな感じで、はい、この取っ手がシンプルになってるのと、はい、あとシンクがね違いますね。ラクエルシンク、なんでしょうこれ、なってるそうです。通常ってねここまであるじゃないですか。でこれこうなってることでシンクめっちゃ広く使えますよね。これにすることで28センチのフライパンも縦にそのまま置けるらしいです。おお、なるほど。奥行き広いから洗いやすいですよね。あとまあ、ここがね継ぎ目がないっていうことでお掃除しやすくなってますね。すごい、ここですね、ここが継ぎ目がないのでお掃除しやすくなっていたりしますね。すごい、こんな感じの今回はラクエルシンクをあえて入ってますね。はい、あとはまあ浄水器付きの水洗と、はい、まあ、食洗機もね朝方のタイプ入ってますし、はい、今回はコンロは3口のガスコンロですね。ここもガラストップも白系にしてクリアパールグレーですね。綺麗なお色味合わってますね。あ、いいですね。で後ろにはしっかりカップボードですね。幅 2m70cm。 これもだからキッチンに合わせてローにしてるんですかね。そうですね、同じ高さにしてありますね。おー、すごい。まあ、ここにしっかりね空間に余裕ができますし、はいはいはい、でまあ、引き出しも9箇所で釣り戸も6箇所開きがあるので、ね、結構いっぱい置けますよ。いいですよねこれ。そうなんですよ、こんなに置けちゃいます。ここでも収納量だいぶ確保できてますね。はい、十分。本当にだから こっち側一面、そうそう、全部収納、ほぼ収納ですね。で冷蔵庫置いたらもうあっちも冷蔵庫の収納になるので。そうなんですよ、はい、ここコンセントが4口ありますし、はい、3口でした。3口、3口と2口、2口、ちょっとディスプレイでうまく隠してありますね。そうですね。見た目的にね。でここは冷蔵庫がスペースになってますね。はい、いきます。はい、ここね、こんな感じで回遊できちゃうんですよね、こっちね。あ、こっちほら、こんな感じでご飯まだとか言えちゃうんですよね。はいはい、なんかしかもここ見てください、このカウンターおしゃれじゃないですか。すごい。こちらがプレイリーホームズさんのタモの集成材になってます。へえ、プレイリーホームズさんね、よく使ってますよね。たまによくとか、たまにね、モデルで使ってありますよね。カサギ、このスマートカサギと一緒ですよね。あ、これね、これですね、使ってるあのプレイリーホームズさんのスマートカサギで、はい、まあ、こっちはカウンター材ですね。へー、めっちゃおしゃれ。しかもさりげに見てもらったかな、ここ見てください。これもここも同じカウンター材使ってますね。そう、これはニッチと言っていいんでしょうか。もうね、しっかりまあまあニッチというニッチなのか、もうしっかり収納スペースになってますよね。そうですよね。そうなんですよ、奥行きしっかりあるので、これだって A4 のファイルいけるかな、
ギリギリ消そうちゃいます。消そうです、ね、そうなんですよ。結構しっかり奥行きも取ってあるので、ね、それなりの収納量ここにも誇ってます。なんかね、あの無印の箱置いて収納スペースにしてもいいし、まあ、こんな感じで余裕を持ってね、収納には使わずディスプレイでっていう手もありますしね。そういうことですよね。なんか珍しくないですか、このキッチンの裏にこうね、取り付けの収納をつけるんじゃなくて、あえて造作というか、ね、そうです ね。でもやっぱりちょっとこうこだ素材をねこだわると雰囲気が全然変わりますよね。うん、おしゃれです。素敵です。こんな感じのキッチン周りでした。はい、じゃあまずこちらですね。こちらもハイドアになってるのでね、こう壁のようでシンプルですね。はい、こちら開けましたら扉です。はい、また扉です。はい、こちらもハイドアで、こちら開けまして、こちらが2階の手洗いになってます。TOTOさんの ZJ2 の手洗い付きのタイプになってますね。でカウンター材、あの長いの1本して、はい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 、下にあの紙巻き機ですね。あ、これだ。ステンレス製の紙巻き機のマットタイプで、はい、奥にもう一段設けることで、もうあそこが絶対トイレットペーパーのストック機ですよね。そういうことですね。もう考えられてますね。やっぱりね、このトイレの前にもう一枚この扉あるのってめっちゃ嬉しいですよね。そうですね。そうなんですよ。お友達来た時とかね、うん、すごい配慮。このままだとちょっと嫌ですよね。はい、この一枚めっちゃ嬉しいですよね。なんかね、いろいろ気になるじゃないですか。そうですね。絶対これいいと思います。しかも気になるのがこちら。そうなんですよ、こちら ね、扉あるんですよね。開けますね。はい、こちらにこうバルコニーがございます。こちらがね、一応パッシブポイントになってまして、はい、まあ、ここにバルコニーの作って、ここ入り済みになってるんですね、お家の、はいはいはい、入り済みによって空気の流れを作ったり、あと街全体に流れ込む風を作ってるそうです。なるほど、こう街で考えてるんでね、この。そういうことですね。そうなんです、うん、こんな感じでバルコニーがございます。では続きましてこちらですね。はい、こちらのお部屋入ってきました。なんか鍵ありますね。あ、なんでしょう、なんでしょうね。鍵があるってことは、はい、せん洗面室です。予想通り。それ予想通りですよね。あ、予想通りで。あ、ワイドカウンターです。そう、広めです。ワイドカウンタータイプですね、パナソニックさんのね。はい、やっぱりこれはね、いいですね、開放感もあって素敵ですね。そうなんですよ。でしっかりあるから、まあ、ここでね、通常の鏡は使っていただいて、洗面とかはね、はい、していただいて、隣にもでもスペースがあるので、まあ、椅子置いたりして、ここでねお化粧とかしてもいいですし、うんうんうん、ドライヤー乾かしてもいいですし、はい、ちゃんとコンセントももちろんプランしてますよ。2箇所ございます。そうで、ここにもね、もともと1箇所と1箇所ございます。どこかな、ここかな、たった。おー、2個2個あります。もういい加減覚えろって感じですね。パナソニックさんはここ覚えろ。3箇所ありますよ。わかります。でもうちここなんですよ。ですよね、私もここなんですよ。だからメーカーさんによってね、微妙に違うんで。そうですよね。パナソニックさんは真ん中に2箇所とここ1箇所。多いですよね。多いっすね。うち2個しか多分ないと思います、洗面自体には。そうです、リクシルさんですよね。うちリクシルです、ね、2個です。なんでね、分かんないです。多いですね。ちょっと前の方やから。そうなんですよ。今は3つが標準かもしれません。とりあえずマナサックさんの今ここは3つと2箇所なので、はい、しっかりコンセントございますし、あ、しかもあれだ、引き出しタイプにしてある、あの収納しやすいやつですね。しっかり量が取れるやつですね。開きが多いんですけどね。そうですね、開きが広いので、うん、今回はあえてもう引き出しタイプにしてありますね。はい、でも色は白でスッキリした空間になってます。はい、でこちらに、はい、洗濯機置くスペースがございます。洗濯パンですね。そうですね、パンは珍しいですね。久々に見ました。うん、今回はお風呂が、はい、もう見たらわかるですね、はい、TOTOさんのサザナですね。1616サイズですね。でもあれですね、アクセントなしの全部ベーシスホワイトです。プロジェクトのモデルはだいたいこのフル白、あ、全部白ですね。だってそう思うとアクセントクロスもないですもんね、今のところ。あ、ないです ね、 ね、もう大体白でね、なってますね。でもまあこう見るとやっぱ清潔感もあって、いや、おしゃれ、おしゃれですね。床はホッカラ流化のライトグレーですね。床だけもうグレーにして、もうあとは全て白で、やっぱ標準のタイプになってますね。棚、三段棚とカウンターと。お風呂はスッキリドアになってます、はい、あ、そうですね、スッキリドアでなってますね、はい、浴室乾燥もございます。はい、
三冠王ですね。三冠王ですね、はい、になってます。で、あとは、今見ても気づいて、一応高窓はあれですね、はい、電動で開くようになってますね。もちろんパッシブなんでね。そりゃそうですね。そりゃそうですね、空気の入れ替えはできるようになってるのと、はい、と高天井もね、ございますね。またこれ、針がいいですね。そうなんですよ。このムックっていうか、その素材の色を生かした、あの針がいいですよね。このトップライトも今回はあえて作ることでこう光を取り入れてますね。あ、すごい。では続きまして1回行きましょうか。これ天窓の役目がどこにあるのかっていう、ね、全体的に明るく照らすですよ。あれ、そういうことなんですか。そういうことなんですよ。では行きますね。ここじゃないですか。ここかな。今ここがちょうど天窓の真下です、ね、見えますか。すごい。ここにまで光が届くんですよ。だから1階のホールが明るくなりますよね。すごい。そうなんですよ。天窓もあるし高窓もこういろんなところにね、あのパッシブのうちの特徴ですよね。こう高さを変えて窓がたくさんあるので、うん、しっかり明るさ入ってますよね。なんておしゃれな。そうなんですよ。でここにこんなおしゃれな洗面台が入ってますよ、これ角大さんの洗面台たまに入ってますけど、やっぱりおしゃれですね。おしゃれすぎます。そうなんですよ。でこのちっちゃなダウンライトがなんかまた雰囲気出してくれてるんですよ。本当だ、ここにちょっとだけこんな明るく映るんや、すごい。たまたまね、きっとここのね階段下にすることで、はい、ここの壁がね照らされてるんだとは思うんですけど、なんかそれさえもわざとなんじゃないかぐらいいい感じですね。わざとですよ。きっとわざとですね、はい、だってここにもつけれてここですもんね。わざとなんですよ。こんなおしゃれな洗面でちゃんとここにはねタオルかけもございますので、機能性もありますね。ですね。おしゃれな手洗い室が、手洗いがありました。まあそうですね、2階がリビングなんで、で1階でもうすぐ入りたいときはここですよね、手洗いたいときは。コンセント付きです。あ、本当だ。すごい。まあでも、あったら絶対便利ですよね、はい。ちょっと何かしら電気系のものを使いたかったらあったら便利なんで、うんうんうん、まあ、そういうところもしっかり考えてます。はい、後でつけるのは大変なんで、うん、最初から入ってたらいいですよね。そうですね。シェイバーとかですか ね、うん、ね。使えますよね。はい、続きまして、隣ですね。こちらが1階のお手洗いになってます。お、2階と全く同じプランですかね。あ、本当だ。ね、1階やのにこうお手洗い一体型で。そうですね。ね、もうこのプロジェクト系のは大体いつもこの一体型が多いですね。そっかそっか。もうこの中で完結もできてます。なるほど。今後見て本当に、ね、使用関係は、ね、衣装関係を一緒にしてありますね、はい、では続きましてこちらの部屋に行きましょう、はい、こちら開けましてこちらが 4.5 畳の部屋になります。はい、正方形。あ、すごい配置しやすい。お、あ、収納がない。そうなんです、収納はございません。おうおうおう、どうしようかな。正方形、まあ、そうですね、正方形なので家具の配置しやすいですし、今回あれですね、あのスイッチちょっと下めにしてお子様でも届きやすいサイズになってます。高さですね。すごい。になってますね。まず一つ目、はい、こちらでした。では続きまして、はい、お隣の部屋ですね、はい、こちらも同じく 4.5 畳の部屋になってます。お、対称ですよね。これは何か仕掛けがありそうな。ありそうですね。もう本当に真四角のお部屋2つで、はい、収納がなかったですよね。ないですね。そこどうしようかなってなると思うんですけれども、そこはご安心ください。ほう、こちらが扉ありますね。何だろう、3つ目の部屋って思ったらここがウォークインクローゼットになってます。なるほど。なので、あの先ほどの2つの部屋はもう本当にね、使い方はもうお好きに使っていただいて、うん、収納関係はこちらにしていただけたらと思います。そういうことか。そうなんです。まあね、だってどういうお部屋を使い方するか分かりませんしね。そうですね、服はここで完結とかでいいかなとは思いますね。確かに。そうなんです。しっかりできる。で、この中もね、ちゃんとコンセントもありますので、はいはいはい、ちょっとした電化製品も使っていただけます。はい、便利ですね。考えられてるな。扉だと分かりにくいですよね。自然ですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。こんなワークインになってました。続きましてこちらですね、はい、こちらが 5.73 畳の主寝室になります。おー、いいですね。そうですね、もう白でスッキリとして、もうインテリア系ももう全お部屋統一されてるんで、はい、すごいこう、なんですか、自分でやりやすいうん、インテリアになってますね、このお部屋、お家はね。今回こちらの部屋は1軒分収納がございます。こんな感じで、はい、しっかりねあるんで、
使っていただけますね。素敵です。なってます。はいですね。素敵な。そしたら2階、あ、間違えた、1階です。1階、1階のお部屋は以上になりますかね。はい、になってます。はい、でしたら本日のお茶いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。こうパッシブ要素も取り入れて、この自然の力を借りて、こう快適に暮らしながらもインテリアもすごいこだわりたくさんで、すごい暮らしやすいおしゃれなお家だったんじゃないかなと思います。はい、でしたら次回も魅力的なお家をご紹介したいと思いますので、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知の方よろしくお願いします。お願いします。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。